はいどうも皆さんこんにちは。クラクラチャンネルのけいすけです。さあ、ついにやってきました。6月のね、アップデートやってきますね。でね、アップデートのね、お知らせがあって、でね、結構ね、いろんな実況者さんがね、動画にしているんですけれども、自分で深夜のね、バイトが入っていたので、ちょっとね、動画作る時間が遅れてしまって、ただいま撮影しております。で、今回はですね、開発ビルド使用しておりまして、見てください。今回のアップデートで、タウンホール11ですね。大砲とアーチャータワー、インフェルノタワーの、新しいレベルがやってきました。そうですね、こちらの大砲レベル15。そうですね、手前の方が新レベルでございまして、で、奥のがですね、今までのレベル14となっております。いや、なんか全体的にあれですよね。インフェルノタワーレベル4、インフェルノタワーレベル5と、なんか、あれですよね、全体的にこの3つの施設、なんかちょっと極太になったかなっていう感じですよね。本当に火力が上がってね、タウンホール11の攻め、ガラリと変わるんじゃないかなと思っております。さあ、そしてですね、ユニットの新レベル、こちらもね、いろいろと追加されました。ペッカとウィズと、あとディガーとヒーラーと、ウォールブレーカーのね、新レベルが追加されました。そうですね、なんかウォールブレーカーの持ってるなんか、樽爆弾、こちらね、より一層ですね、火薬が詰まってる感じしますよね。で、あとはですね、ヒーラーがね、なんか時々ですね、チャージしてるようななんか、こういうね、なんか光の枠がね、上から下へふーって流れるんですよ。で、あとはですね、ウィズのですね、なんか縁の部分が太くなったりとかしておりまして。で、ペッカがね、今ね、後ろ向いちゃってるんですよ。ちょっとね、前向いて、早く。こういう時に限ってちょっとカメラ目線送ってくんない？いや、前向けってお前。なんでずっと二人とも後ろ向いてんだよ。俺のこと嫌いなのかよ。おい。はい、見てください。ペッカレベル6。ちょっとね、口みたいなところに穴開いてますよね。ちょっとね、息しやすい感じになっておりまして。いや、かっこいいですよね、ペッカレベル6。いやー、でもね、今回はですね、タウンホール11の人だけではなくてですね、まあ、タウンホール8とか9の人でも、こういったですね、レベルの高い防衛援軍、ペッカとかね、ウィズとかもらえれば、結構ね、攻撃力とかも変わってきてね、なかなか面白い攻めができるんじゃないかなと思っております。あとは防衛援軍としてもね、ちょっとね、使ってみたいですよね。で、この新しいレベルのユニットたちを使ってね、ちょっとね、ゴブリン村でね、軽く遊んでみたいなと思います。さあ、じゃあね、このペッカの遊び場でペッカをね、遊ばせてあげたいなと思います。では、いきますよ。いっけー、レベルマックスペッカ。さあ、まずは1体だけ。出してね、火力の方で、ね、ちょっと見てみましょうか。おー、タウンホール9レベルの、アーチャータワーとか2発で折っていきませんでした？いや、なんか強いですね、やっぱり。まあね、これ開発ビルドなんでね、新しいアップデートですね、リリースされるときにちょっと火力ね、変わってたりするかもしれませんが、やっぱり火力高いな、ペッカ。すごかったですね、今。ちょっと水塔とかに対しては、どれぐらいで壊してくれる？最低。さあ、どうだ？さあ、強いですね、やっぱり。で、HP もやっぱりね、レベル6なので結構耐えてますね。いや、面白い。これなかなかペッカレベル6強いんじゃないですか？タウンホール10とかね、11とかでもね、これからどんどん使われるんじゃないかなと思っております。さあ、そしたらですね、ペッカ囲ってやろう。おい。さあ、行け、遊べ、お前ら。さあ、どうだ？いろいろ集中砲火食らいまくってるけど、いけんじゃないか、これ。ペッカ、どうだ？なんか固まると結構ね、えぐいっすよね、多分。さあ、この二刀流の意味はあるのかっていうね、疑問はね、置いといて。さあ、ドクロ壁とかは3体いると、うわ、もう一瞬にして壊す。レゴ壁とかも一瞬にして壊してますよ。さあ、面白いですね、これ。今後ね、タウンホール11とかではね、空流行ってましたが、陸攻めも結構多くなるんじゃないかなと思います。じゃあ次はですね、レベル5のディガーとかもね、やってみましょう。さあ、ディガーとか、俺全く使ったことない。未だにレベル1なんですが、ここからディガー一気に2点出ししていきます。さあ、どうなる？さあ、水塔とかも一瞬にして壊していく。おー、ディガーレベル5。そうですね、違いね、ディガー全然使ったことないんでね、体感ね、よくわかんないです。わかんないんですが、やっぱり大量にいるんでね、すぐに壊しますね。さあ、そして、まあ、スコップの色とか変わってんのかな？これ、金色になってるのかな？ちょっとね、使ってないので、元の色全然知らないんですが、さあ、こういう風にですね、そうですね、ディガーただただ使ったっていう感じしかしないんですが、そうですね、これね、リリースされた時ですね、ディガーですね、やっぱり新レベル。使えますし、あとはですね、レベル3のディガーが、タウンホール10でも使えるようになるということなので、結構ですね、ディガー流行るんじゃないかなって予想しております。さあ、というわけで、前回取ることできましたね。まあ、そりゃそうだ。さあ、そしたらですね、あとはウォールブレーカーとウィズとヒーラー、まだ使ってないので、ここはですね、ロマン砲、ウィズヒーをやっていきたいなと思います。さあ、どうやって攻めていきましょうか。ペッカの遊び場でまたまたね、遊んでいきたいなと思います。ちょっと待って、一回ちょっとウィズの火力見てみましょうか。さあ、どうだ？どう？いける？ちょっと、あ、集中砲火浴びて、ちょっと、溶けたんですけど、よし、もう、両サイドウィズヒー。これ強いんじゃないか。いけ。レベル8のウィズ。さあ、どう？全然ね、もう大量に過ぎて一瞬にして溶かしていくからね、全くね、ちょっと大量に出さない方がね、もっと数値測れた。ちょっと待って。これ、後でやり直すわ。なんかすげえヒーラーめっちゃ眩しくない？お前、すげえはっきり見える。ちょっと待って。すげえはっきり見えるな、こいつ。すげえ、胸の谷間まで見えるもんだって。あ、こんな見えるんだ。さあ、ウィズヒーですね。ちょっとウィズ大量に出しすぎたせいでね、ちょっとよくわかんなかったんで、一回ですね、見てみましょう。さあ、どうだ？レベル8のウィズは？お、結構、アーチャータワーとかも瞬殺でしたね。まあ、どうなんでしょう、火力的には。何かの施設に対しての確定数はね、多分まあ変わってはいるんでしょうけど、さあ、ここ金庫は、壊さないか。一回テスラで、一回テスラ壊していきます。さあ、そしてここ、サイドカットしていきます。どうあ、でも、だいたいレベル5とか6の水って、金山とか、そこら辺はですね、4発で壊すんですよ。なんですが、その確定数は結構変わってるっていう可能性ありますね。で、金庫とかエリクサータンクとかに関しては、8発ぐらいかかるんですよ。なので、その確定数はね、多分ね、変わってますね。タウンホール9あたりに設レベルだと。さあ、まあ、ここら辺の確定数はですね、まあ、修正入っているっていう可能性もありますが、まあ、結構ですね、カットすることできましたね。はい。なのでね、ウィズ結構ですね、これね、タウンホール11じゃない人はですね、援軍でレベルマックスのウィザードをもらって、例えばタウンホール9のですね、ウィズ多めのアルティメットとかやってもいいんじゃないかなって思いましたね。そうですよね、そうするとかなりの火力が出て、ヒーローレベルそんなに高くない人でも、アルティメットとかクエイクゴレフがやりやすくなるっていうメリットあるかもしれません。はい。というわけで、今回はですね、6月のアップデート、開発ビルドをね、使って、お送りしていきました。個人的にはですね、レベルマックスのね、ペカ、新レベルですね。あれね、ほんとね、早く使いたいなと思っておりまして、もうね、援軍でもらっていろいろ検証しようかなと考えております。でね、またこうしてですね、開発ビルドをですね、使用してね、遊べる機会があったら、またね、アップデートがあった時にどんどん、情報を出していけるよう、頑張っていきますので、まだチャンネル登録してないよって人は、ぜひとも登録お願いいたします。そして、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。